みてよ。何？あのね、コンピューターキャンプっていうのが開催されるらしいわよ。何なのそれ？読むわよ。コンピューターのすべてを教えます。コンピューターゲームもロボットもすべてあります、だって。わお、すごいじゃないか。初日は誰でも入場無料なんだって。ねえ、行ってみない？みんなにも知らせて一緒に行きましょうよ。わお、それはいいね。すぐ行こう。スヌーピーはまだかな。ここに来るように言ったんだけど。バスが来ました、先輩。このバスの運転手、何か変ですよ、先輩。バカ言わないでよ、マーシー。彼のどこが変なのよ。知りませんよ、先輩。なんだ、スヌーピーじゃないの。元気？スヌーピー。さあ、みんな乗りましょうよ。いつものことだけど、あなたは女の子の扱い方が分かってるわ。鼻が大きいのがたまに傷。さあ、スヌーピー、ぶっ飛ばしてよ。このコンピューターを見てよ。塗り絵ができるわ。さあ、チャック、あなたの番よ。気にすることないわ、チャック。ねえ、見てよ。このチェッカーゲームならあなたにもできるわよ。ほら、チャック、簡単よ。あなたの赤いコマで黒いコマを飛び越せばいいのよ。見て、やった、やったぞ。すごいわ、チャック。隙がなかっただけよ、チャック。私、ロボットがいるかどうか探してくるわ。見て、自分のコンピューターゲームが作れるんですって。へえ、すごいや。いいこと考えた。まずここにほら穴を作ろう。こんな風に。それから力の壺を隠そう。みんなのわからないところにこんな感じで。ほら穴に入って宝探しをする挑戦者は誰にしようかな。よし、ウッドストックとスヌーピーだ。二人とも頑張って、宝を見つけるんだ。ほら穴の入り口は3つあるけど、正しい入り口は1つだけだよ。忠告しておくけど、宝の番人はものすごく意地悪なんだ。だから気をつけるよ。意地悪な人ってどんな人なの、ダイナス。すぐにわかるさ。私にやらせて。面白そうね、私にもやらせて。
なるほど。正しいボートは一つだけなのね。どっちかしら。私だって頑張ってるのよ。僕もやっていい？ダメだって。やりなさいよ、チャールズ。できるわよ。正しいエレベーターを選べば、二人は宝のある場所に行けるわよ。やったわ、チャールズ。宝の山に行ったわ。やったね。いや、残念だけど、ジュールのバニーのそばに行っちゃったみたい。このゲーム、どうやるの？静かにルーシー、意地悪な番人がスヌーピーとドストックをやっつけるところなのよ。まあ、意地悪な番人ってどんなやつよ。ライナス、意地悪な番人が誰だかルーシーに分かったらとっても危険だよ。いや、わざわざミオルのものじゃないと思うよ、姉さん。見せなさいよ、ライナス。何よ、こんなゲーム、バカにしてるわ。コンピューターゲームより人間の方が危険だね。注意、この部屋に入るな。ロボット保管中。ドアを開けるな。へえ、みんなにも注意してあげなくっちゃね。わからないけど、スヌーピーの言う通り、急いでバスに乗って帰りましょう。コンピューターキャンプって刺激的だったわ。このバスの方がもっと刺激的じゃないですか、先輩。他の人たちみたいに普通の犬が欲しいよ。